そろそろ次の駅に出発する。ラウンジに行ってみんなと合流し。車掌さんまだ来ないの？待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。そんなに重要なことって。乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは屋室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の屋室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること、これを忘れるでないぞ。わかった、合に入っては合に従えってことだね。安心して車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。最後三つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺からみんなに頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀器城にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時請求列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。あまり深刻に捉えないで、ただ過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そしてピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちがその後どんな暮らしを送り、どんなことを経験してこの世界にどんな痕跡を残したのか、先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナン、ラグウォーク、ラザリナ、それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。跳躍が始まる前に俺が放送で知らせてやるからな。跳躍までまだ時間がある、みんなと話をしよう。どうだ、出発の準備はできたか？ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺か。冒険の旅は確かに胸を、ただリラックスしている間も
パムの頼みを忘れないでいてやってくれ。やっぱりあんたは冷静ね。美月ちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。ピノコニーはあんたたちを失望させたりしないわ。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。それにつ、ベルトさんと話したんだが、今回は俺が列車に残ることにした。お前たちは思う存分、お前の気持ちはありがたいが、あまり想像しいところは好きではないんだ。先週のことは気にしなくていい。ピノコニーは旅の終着点ではないし、お前も荷物の確認は念入りにした方がいいぞ。カメラよし、着替えよし。洗面用具は、うわ、最悪。この前注文した旅行用の詰め替えボトルがまだ届いてない。でもピノコニーのリゾートホテルって超高級だって言うし、きっとアメニティも悪くないよね。これならもう少しスーツケースのスペース、ナイスアイデア。旅行といえば食べ歩きだもんね。あ、でもせっかくの休暇だから迷うな。他に何、そろそろ時間だな、席に座ろう。また一人ついてこい。その質問には意味がない。だができる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界、無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事は全て忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。左側、廊下の突き当たり、そこであなたを待っている。私はそこにはいない。戻ってくれ。巡回レンジャーヨミ、周りからはそう呼ばれている。そのドアを開けて美しい無境を覗いてみるといい。まだ記憶があるうち。これはこっちだ。先に行け。か
壁の上を歩けっていうのか。本当にできた。何を驚いているんだ。俺の考えてることが分かる。もうすぐ着く。まだ歩けるか。面白い。冗談を言う余裕があるなら大丈夫だろう。立ち止まるな。振り返るな。この声はただの無境の影だ。気にしなくていい。着いた。ホテルネバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックイン。ここから出ていくんだ。いつもと同じように目覚め、この偶然の出会いを忘れ元い。ただ別れる前に。少し奇妙に思うかもしれないし、私たちはどこかで会ったことがあるか。あなたは昔の友人を彷彿とさせる。おぼろげな記憶だが、私と彼は対立していて、この奇妙な夢のように近くにいるのに手が届かない存在だった。もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。例えば客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの名前をつぶやいていた。彼らは仲間か、家族か、それとも敵か。あなたは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが、その絆を失うことに恐怖を感じるか。うん、仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとし、そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか。なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。あなたはそれでも旅を始めるか。難しい問いだということは分かっている。今すぐ決断する必要はない。言っただろう、答えは重要ではないと。耳を傾け、手で触り、考える。そうすることで感じ取れるものがある。それを大切にして、その感覚を頼りに選択すればいいんだ。あなたは私のことを覚えているか。
面白いな。さっきは無数の似て非なるあなたがそれぞれ全く違う答えを出しているようだった。今のが本当に最後の質問だ。ありがとう。私たちにはそれぞれ進むべき道がある。ここで別れることにしよう。金色の夢が今にも動き出そうとしている。これから訪れる長い夜、あなたは多くの挫折を味わい、数々の悲劇を目の当たりにするだろう。その世界には一抹の赤が現れるが、瞬く間に消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下すとき、その赤は再び現れると。あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、そして目覚めの世界へ帰るという。私たちが探している答えはそこにある。そんな目に遭うとは。くれぐれも気をつけろ。お前は奥室に。何、気にすることはない。夢と現実は相反するものじゃからな。かつての辺境の監獄も今では豪華なホテルに変わっておる。車掌として今のピノコニーに荷物をまとめたらいつでも降りて構わん。美月ちゃんは客室車両に。ナノ、まだ荷造りしてるのか。準備は進んでる？あ、幼児ちゃんと姫子は先に降りてるよ。うちはどうする？今から宴の星、ピノコに。複雑すぎない？10回以上も検査を受けてスーツケースを何度もひっくり返されて、あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思って。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。あんた、早くこっち来て。なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてく。申し訳ありません。システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく、
でも請求列車が受け取った招待状にはもう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。請求列車プラチナルームを合計4室、それぞれベルト王様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様、やはりこの4名様の予約情報しかございません。炭鉱、そういうことか。道理で登録情報に彼の名前がないわけだ。ファミリーに返信した時彼はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ。俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼の身元は保証するわ。それは急に申されましてもちょっと。いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われてもこちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は。僕はアベンチュリンカンパニーの戦略投資部所属、ダイヤモンドの下で不良資産の生産を担当してる専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ。カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない。僕の聞き間違いかな。便宜を図る、それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど。もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するかわかるかい。きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな。それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら。構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せばその節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい。でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は君たち開拓に
いろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ファミリーとしてストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって、本当に面白いわね。お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。請求列車の皆さん、こちらで少し休んでいてね。え？あんたって。ねえ、ちょっとあんた。じゃなくて、あなたはまさか。歌手でイプシロンのスーパースター、傷つく誰かの心を守ることができたならって、あなたの作品だよね。あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで私のファンなの？あ、やっぱりあのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで、あなたの言っているでも来るのが少し遅かった。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急にし、アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレード。ご安心ください、ファミリーが責任を持ってた。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれた。うちも今すぐ部屋に行ってベッドでゴロゴロしたい。それは手続きを済ませてからね。さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのと。請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑を。こちらは皆様の無強パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な。またこのパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコに無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録して、いろいろな楽しい体験をしながら自分だけの無強。詳しい使い方につきましては無強パスポートに詳しいが。それではピノコニーで美しい。やった、